サビへようこそ。サビ本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。紅茶家電無糖ストレートティーを飲みたいと思います。エスプレッソ製法により豊かな香りとありますが、エスプレッソでどっちかというとコーヒーのイメージあるんです。コーヒーの出し方を紅茶に応用したということなんでしょうか。爽やかな香りのダージリンとアッサムのブレンドとありますが、本当に爽やかなのかな。まあ飲んでみれば分かりますよね。それでは、香りは特に変わったところはないですね。では飲んでみます。ちょっぴり苦みがあって、でもすっきりしていて美味しいよ。甘味とか料理とか何にでも合いそう。チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱり無糖なので甘さはなく、かといってにそこまで苦いってわけでもない。苦みはあるんですけど、すっきりとした味わいで飲みやすい紅茶でしたね。前に午後の紅茶の無糖とも飲みましたけど、いうのもありましたけど、それともちょっと違うような気もしますね。どっちかというとこっちの方が香りが強いような、そんな気がします。今度飲み比べてみたいですね。というわけで、どちらかというと食事とかに合いそうな紅茶なので、とってもそれらに合わせてみたいと思います。で、なんで今合わせないんだよって話です。含まれそうです。というわけで、まあ無難なところかなとも思いますので、こちらの点数とさせていただきます。なんか2点3点してるような気がするな。それでは、コマ回し、仏を待つけりお正月。いや、お正月は仏様じゃないような気もしますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。